WhatsApp ただいび、ChatGPT を使って、自由英作文を書けるようになろうということで、はい。もう、この講座も第5回目になりました。えー、共通ですよね。終えて、もうこれから、えー、ここで二次試験、ね、次第、自由英作文、もう詰めでございます。もうね、もう、これをね、例えばね、もう前日見てたとしても大丈夫よ。ね。あの、もう意識するだけで変わりますから。はい。なので、濃く、深く、 やっていきましょう。しっかりね、第行から見てない人は、第行からしっかり、えー、見てください。で、第行で一番大事なことを全部言ってますからね。えー、しかもあの、超長編ですけども、しっかりチャプター分けてますんで、まあ、この動画も含めてね、チャプターをうまいこと使いながら、ぜひ必要なところね、ちゃんと自分で書かないと意味ないからね、意識してね。はい。えー、ぜひ、もう書き終わった人に関しては、もう解説のところまで、ね、ピョンって飛んじゃってください。 一応トピックの確認なんですけど、前回最後、ちょこっとだけ予告しましたけども、in Japan では、school grades and classes.I consider students of the same age.、ねえー、この学校の成績、えー、クラスわけね。えー、これがもう同じ年齢の学生さんで構成されていると。で、however なんだけど、there is now a widespread opinion.、ねえー、どんどん広がっている意見がありますよ。で、同学のざっとね。I students should be grouped. ね 学生さんはグループ分けされなければならない according to their ability.B、ね、rather than A.A、はい、ではなくて B ですよ。Ability、はい、をベースにね、はい。能力別で分けられなければならないという意見が広がっていると、はい。それに対して do you agree or disagree with this opinion? そして and why? なぜですかと、はい、もう賛成意見、反対意見、もうどちらでもいいんだけど書きやすい方、出しやすい方、書いてね。いいですね。 で、clearly,、はい、明らかに、ちゃんと state y、uh, o u position,、ね、賛成派なのか反対派なのかをやって、えー、表明して、and、えー、the r i t e well-developed paragraph, 旧、ね、大独特ですね。ちゃんと、えー、一段落で書きなさいと。in English で、with approximately 100 words、ね、約100語って言ってますけど、えー、皆さんは自分の受験校や受験級に合わせてね、対比の視点ね、視界持ってね、 えー、ちゃんと PDF 見てね。大根の PDF 見てね。5つの視点ですよ。ちゃんと意識して、えー、書いてもらえるといいかな。であと、ひな形も大事だし、えー、あとはキラーフレーズも大事だしと、えー。使うべき表現も決めとくと早く書けるよね、と。はい。書き方、発想の仕方。ちゃんと決め打ちで、トライしてください。どうぞ。はい。で、僕はね、もう行っちゃいますんで、えー、手書きで書いたら、いつもの一太郎パッド、もしくは、グーグル。 えー、iPhone のカメラを使って、えー、ちゃんとテキストを更新して、チャット GPT ね、パシッと貼り付けるところまで行った人は、えー、私の動画を続き見てください。では、まだ書いてない人は、レッツトライ、頑張って。はい、では PC に行きます。 はい。では皆さんチャット GPT 開きましたでしょうかで、みんなが書いてくれたもの、手書きで書いてくれた人に関しては、ちゃんといろんなアプリ使ってテキストに起こせたでしょうかはい。では今日もいつもね、えー、指示文は、えー、YouTube の概要欄にも貼り付けておりますし、えー、PDF のテキストの方にもありますので、えー、しっかりコピーペーして、もういつも指示通りは、もう指示はいつも通りになっています。 文法論理的なミスだけ指摘してくださいね、とえ。必要があるところだけ修正してください。修正しなくちゃいけないところは、あの、なぜ、えー、修正しなくちゃいけないのを表で説明してください、と。で、皆さんの意見貼り付けて、皆さん書いてくれたやつ貼り付けてくれたらいいからね。はい。では一応軽くここで書いてくれたやつね、えー、見ていきましょう。ちょっとギリギリ見えますかね。はい、I'm, I'm for the idea だたね。i be for A も、賛成するっていう意見ですから。もちろん、support the idea that でもいいし、A, I am for the idea that でもいいし、I am, I am in favor of the idea that でもいいからね。はい、いろんなひな型、あの好きなやつを選んでください。A, that students should be grouped according to, according to their ability rather than their age。ここ、リード部に、あの、書かれていたやつ、もそのままだよね。もし変えられるのであれば、まあ、according to を、 ベースとオンに変えてあげたいだとか、えー、応じて、応じて、同じようにアコーディングというと、応じて系のニュアンスであれば、ディペンディングオンに変えてあげたりすると、まあいいかもね。まああの、思い浮かばなかった時はしゃあないね。はい、で、first。まず、はい、はい、they have different talents。えー、彼らは、まあ、えー、違う才能、いろんな才能を持ってると。えー、持ってる才能が違うんだと。で、and make it hard to keep up with classes. えー、それを難しくする。これ形式目的かな ?to keep up with classes. はい、授業についていくのを、えー、難しくするんだ。なんか変な気がしますね。はい、このメイクの主語が本当に学生さん学生さんが、えー、授業についていくことを難しくしてる。ちょっと違うっぽいよ。これを難しくしてる、授業についていくのを難しくしてるのは、これそれぞれがみんな、 違う才能を持ってるからかなそういうことかなそういう意味で書いてくれたはい、だとしたら、and this とかもしくはカンマウィッチメイクスここを先行詞に取らないといけないかなここを先行詞にしてアンドディスか、カンマウィッチメイクス、イットハード。それを難しいものにしている。はい、授業についていくのを、の意味上の仕語も言っとかないからね。 じゃあ、ここに、授業についていく人を、for 名詞で入れないときいね。for students が、かな ?for students が、もしくは ,for all the students たちが、すべての生徒たちがフォーセット、for と set, to 不定子のイメージの書が、for と set で入れてあげれば、意味通じるか。はい。で、はい、it is. はい、e と is っていうのは、この直、あ、この、このことか。これかな はい。この能力別授業は、はい、えー。レボリューションアイディアって書いてますけど、レボリューションは、これは名詞形ですから、レボリューショ a r y かなレボリューショ a r y にしてあげて、加算名詞ですから、あ、レボリューショナリーアイディアはい。で、this の方がもしかしたらいいかもね。はい。まあ、it でもいいんだけど、this is a revolutionary idea の方がわかりやすいかなで、そうだと目的だよね。 でそうだと副施設も取れるし、まあこういう、あの、名詞を就職する KO 施設としてもいけるからね。はい。どういうような、どうするためのレボリューショナリーアイディアなのかって言ったら、Everyone. みんなが c a n have moderate study。うん。なんか名詞系にした意味がよくわかんないな。ね。多分ここ、study は深さんでいいんだけど、moderate って KO 詞がついたら多分ね、 moderate じゃない study と、やっぱり区別して、監視の R を入れた方がいいかな。can have a moderate study こっちの方がより文法的には正しいと思うんですけれども、そんなことせずにさ、moderate って単語出てくるんだったら、can study moderately じゃダメなの。ね。副詞形使った方が楽じゃんね。はい。everyone can study moderately、えー、だとか、at the moderate level ね。 えー、適切なレベルで、みたいな感じで言ってあげたらいいんじゃないかな。学生さん、みんながね。はい、適切なレベルで勉強できるような、えー、そんな素晴らしい、そんなための素晴らしい考えなのだと。で、which depends。どこが先行詞になってるんやろうな。which depends。on がないな。the chances of educating. まあ、エルケーティング、教育施すことですから、まあ、エデュケーションでもエルケーティングでもどちらでもいいでしょう。えー、教育の、これは機械のチャンスいいかな教育の機械可能性、機械の方が自然かなで、ここにオンを入れてあげると、Depends on the chances of educating。この教育の、えー、機械によって決まるはい。ちょっとね、 これは不自然かもしれないです。はい。ここにオンが入ったとしても不自然かも。はい。というのも、ディペンドオンに関してはね、主語がディペンドオン A。主語がディペンドオン A に依存する。そして、主語がディペンドオン A によって決まる。A に左右される。ディペンドオンって実はね、あの、影響の方向性。ちょっとこれ上で書けないからちょっと悔しいところなんですけど、右から左だからね。影響の方向性。 決めるは決める、決まるは決まるでも、determine ところだったら左から右だからね。だから a ディターミン b、a, determine b.a は b を決定づける。a が力持ってるの。a が b を決めるの。それに対して b、b, depend on a だからね。b, depend on a だからね。はい、これは、あの、論理読解シリーズのね、9項目でも、えー、説明しておりますので、ぜひ、影響の方向性、意識してみてください。depend on だったとしても、教育の機会によって、 えー、教育の機会の可能性か。教育、教育の可能性が、はい、適切なレベルの勉強を決定づけるのか、適切なレベルの勉強がね、ね、えー、教育の可能性、教育の機会を決定づけるのかって言ったら、多分こっちだと思うんだよね。はい。 なので、因果関係ちょっと、影響の方向性ちょっと意識すると、まあ、オン、まあ、ディペンス、オンがない段階で間違ってんだけど、ちょっと不自然かもしれませんね。はい、もう一遍後で、あの、出した時に解説しますね。はい、ちょっとここは、あの、今理解できなかったら、もう一遍後で説明しますから、待っておいてください。で、二つ目、セカンド、I'm looking around the world 世界中を見れば、で、分子構文でね。Young people, who から関係者の塊かな。who have exceptional, exceptional, 前回言いましたね。すごいね、賢いね。 はい、exceptional もうすんごい abilities 能力ね。例外的な能力ね。outstanding でもいいですよ。え、これ持ってる子がだよね。若者がです。この風ハブの代わりに with 一語で使ってもらってもいいですよ。はい、波外れた能力ある若者が、はい、graduate from school early と。ね。早く早期に卒業をすると。この修熟度別、えー、この飛び級も含めて、 はい。普通の日本のこれまでの制度と比べたら、アーリアの方がもしかしたらいいかもしれないね。日本の、あの、既存のね、えー、教育システムよりもアーリアの方がもしかしたらいいかもしれません。もうアーリーのままでも間違いじゃないです。で、それによって it allow、it allows that 以下が可能になるって言いたかったのかな。はい。a l は it allows that の形取れないからね。はい。a l に関しては、 allow トゥ o to v の形エ n ー b オートゥ o to v a l l オトゥ to オートゥ v の形を取って、オがトゥ v できるようになるですから、いっとあらうざとはないっていうのと、もう一個疑いがあるのは、いっとファローズざとね、ファローね、F、O、L、L、OW ね、ファローね。はい、フォロー。まあ、片顔の語で言うとフォローね。いっとフォローズざと、いっとファローズざとであれば、 だからっていう意味になります。従ってっていう意味になります。だから、it follows that と混同した可能性もあります。この書いた人は。ちょ、聞いてみないとわからない。はい、いずれにしても、そういうことによって、they take part in society に、ね、早く卒業することで、they take part in ですから、it follows that の方が書きたかったことなのかな。はい、彼らは、take part in society に、えー、e v e なチルドレンっておかしいね。 もう、チルドレンの複数名詞なのに、アあついっちゃってますもんね。まあ、こういうことも起こり得るからね。気をつけてね。イーブン、アズ、チルドレンかな。はい。子供としてさえ、かな。もし変えると。あ、あ、そか。アズの S が抜けた、ちょっとコピペの段階で抜けちゃったのかも。もしかしたら、その子がね、テキスト化するときにね。イーブン、アズ、チルドレンであれば、あの、文章を成立するかもね。 で、Japan should do this.I do this っていうのはもちろん、能力別。えー、飛び級も含めた能力別、えー、を進めるべきなんだと。I not to lose them. 彼らを失わないために、ルーズ結構使うね。はい、でもルーズは失うことになるから、まあ、もし、ルーズ使いんだったら、使いたいんだったら、their ability とかにしてる方がいいかな。彼らの能力を失わないように。 で、まあ、失うっていうのは、もう前回も言いましたけど、もうなしになることだから、waste とこの方がいいかもしれないね。so as not to waste their ability。彼らの能力を、ね、in order でもいいし、so as でもね、えー、つけてあげた方が目的は強調できるかもしれません。はい。無駄遣いしないようにだよね。はい。で、in c グリ c l u s i o n ね、まとめとしては、this is necessary for many people にとって、必要なんだと。 in order to make greater Japan.、うん、make greater Japan.Japan Japan を greater という形容詞を形容詞で限定方法で前から言ってるのが文法的にはおかしいね。まあ、あの、キャッチフレーズとかでは使うかもしれないけど。make Japan greater。これは第五文型になります。もしくは make Japan a greater country. とかであれば、第五文献成立するかな ?for our future generations のためにだよね。はい。では、これを、ポジーと、はい。チャット GPT に投げかけてみましょう。はい。では、チャット GPT 返してくれました。僕がさっき指摘したことも指摘しているでしょうか。はい。ごめんなさい。また、えっ、ー、と、全部英語バージョンになっちゃってますけども。 え、表の中の、えー、修正は日本語でやってって言ったら、あの、多分、またやり直してくれると思います。まあ、これ簡単な英語だからね、もうこの今日は英語のまま言っちゃいましょう。はい、えー、まず文法的な色ですかはい、やっぱりレボリューション名詞系だからね。あ、レボリューショナリーアイディアっていう形になってますね。で、関心はやっぱ必要だよって書いてますね。v レボリューショナ r y ね。あ、ね、レボリューショナ r y ね。革新的なって感じでいいんですかね。 でもし、レボリューショナが出てこなかったら、イノベイティブとかでもいいかもしれませんし、えー、ノーベルね。新しいのノーベルね。N-O-V-E-L ね。えー、このあたりの形容詞もいいでしょう。無理してね、難しい形容詞は使わなくてもいいので、まあまグレイトとかね。もう出てこなかったら、もうそういう形容詞でごまかすというのも一つですね。はい、で、which depends やっぱンがないとおかしいんだけど、やっぱり determine。 Determine っていう動詞に変えてますね。ロジックがね、えー、より明らかになるって言ってくれてますけど、えー、論理的にオンが入ったところで、全文にかけての因果関係が、影響の方向性が、ね、この教育のこの可能性、はい、これによって、えー、もしくは教育の機会によって、えー、全員が、 えー、適切な、ね、えー、勉強ができているのか。この、適切な勉強できることが、教育の機会えー、また可能性これ、これ,これを決定づけるものなのかって言ったら、左から右でしょうね。論理的に言うとね、やっぱりディターミンでしょうね。あこういう意味では賢いですね。はい、言い分 n a c h これおかしいよね。e、はい e n a, あ、ごめん。言い分な a c おかしいよね。はい、えー、多分 S が抜けたんでしょうね。はい、多分、 生徒さんが、あの、コピペ、あ、ごめんなさい。あのー、ね、アプリで起こしたときに、テキストを起こしたときに、S が抜けちゃったんでしょうね。はい。で、ジャパン、should do this. ね。はい。should do this は、ね。もっと具体的に言うと、adapt。これ採用する、O の方は、採用する方、用いる方の adapt ね。adapt this approach. えこのアプローチを、えー、採用すべきだ、と。 で、to avoid losing them. 彼らを失わないで済むようにだよね。で、最後、インド部分かな。in conclusion, this is necessary for the advancement of Japan の発展のためにと。はい。日本の発展のために、日本がより素晴らしい国になるためにっていうところで、えー、名詞形の advancement っていう、もちろん development でもいいでしょうが、 えー、名詞形、インプルーブメントでいいかも,もいいかもしれませんが、えー、そういう名詞形を使われました。まあでもちょっと名詞形がちょっと使うの難しいからね。はい。名詞形使うとちょっと難しいぞというところで、えー、僕がより簡単に書いたバージョンをお見せできたらいいかな。あ、その前に全体を通しとこうか。チャット GPT のね。はい。えー、I'm in favor of the idea that o という考えに賛成ですと。シュルビーグループと、 はい、according to their ability rather than their age. At first, they have different talents.、えー、彼らが、えー、持っている能力違うので、都才能違うので、はい、分子構文つなげましたね。分子構文の中がやっぱり、あれかな、えー、目、形式目的語。それを難しくさせていると。そのせいでそれが難しくなっている、えー、授業についていくのがですから。やっぱり意味上の主語がここに for students 入ってる方がいいんじゃない みんな持ってる才能が違うせいで、みんなが授業についていくのが難しくなる。もしくは、はい、ここのクラスに、the same classes、同じ授業についていくのが難しくうなっちゃってるっていう感じで、やった方がいいかな。それを含めて後で直しますね、僕の方ではね。で、it is a revolutionary idea so that everyone can have a moderate study. あ、あがやっぱり必要でしたね。でも、can study moderately でいいからね。で、 そのことが、みんながちゃんと適切なレベルで勉強できるか、ことが、ね、この教育の可能性、教育の機会を決定づけるのだと。ま、可能性って取ろうが、機会って取ろうが。やっぱり因果関係左から右で取った方が自然だとは思う。だから、ディターミ m の方が自然だと思う。ディフェン d オンじゃなくてね。で、二つ目、セカンド、looking a r o u 世界中を見てみると、フえー、ハブじゃなくてウィズ使いましたね。 exceptional ability、ね、持ってる人、若者が graduate from school early でもいいし earlier でもいいでしょう。で、はい、it allows them to take part in で、やっぱり allow 使うのであれば、やっぱり第五文系でいかないといけないね。で、it 使ってるんですけども、えー、もし直前の内容ね、この若者たちが 早く大学を卒業できるおかげで、社会に早く参画できるっていう意味で使い、えー、この全文を指してるんだったら、全文指す場合、it でも間違いじゃないんだけど、h i s ね。はい、h i s 使ってください。t h i s allows の方がいいと思いますし、もう一文で済ませるんだったら、かんまを1にしてあげたらいいでしょう。ね。で、えー、勘違いしてたんじゃないので、it follows that の形使ってあげてもいいでしょう。 t Japan should adapt this approach to avoid losing them. 彼ら失われないで済むように、えー、このアプローチを採用すべきだ。The、まとめが This is necessary for the advancement of Japan.And the well-being of future generation. 将来の未来の人々の幸福、えー。このために必要だと。はい。では、これを踏まえて、吉武の視点を入れたバージョンで最後確認しましょう。 はい。では、吉武修正版確認していきたいと思います。はい。まあ、なるべくね、書いてくれたこのものも残しながら、あーかつですね、えっ、ー、と、ちょっと、えー、肉増しもしてるかな。はい、えー。この太文字でやってるところが、書いてるところが、吉武のひなかつ、えー、使うべき構文、そしてキラフレーズというところになっておりますので、えー、ぜひ、この対比する、ね、対比のシーンなんかも意識しながら行きましょう。 え、意識する視点としては、あ時の対比、ね、えー、これを入れてみました。在学中の学業の、えー、質かな在学中における学業っていうのと、あと卒業後のキャリアってことで、えー、学生としても、学生にとっても、この能力別ありがたいし、ね、飛び級ありがたいし、この卒業後のキャリア考えるのも、能力別だとか、えー、飛び級制度ってありがたいよねと、と。あとみんなの視点。 と、個別的な視点。学生にとって、教員にとって、もう結構盛りだくさんの視点入れてみました。はい、では確認してみますよ。はい、えー、I am for the idea でも、I am in favor of でもいいし、I support the idea でも構いません。えぇ、ー、ざっといいか。ね、賛成です。should, and should be grouped. ね、based on でもいいし、according to でもいいし、depending on でもいいです。あとは、えー、should be divided into groups. should be divided into groups. グループに分けられるべき based on according to depending on.、ね、そんな表現使ってもらってもいいですよ。はい、their ability. はい、こっちの方ね、B rather thanA ですから。はい、their age ではなくて、ability の方で、えー、グループ分けされるべきなんだ。賛成ですと。I must e t h e m first.I, they have different talents.、えー、彼らはね、違う才能があって、 はい。先ほども言いましたけども、このせいでだからね。このせいでもし関係して使いたいんだったら、カンマ which にしてください。and this でもいいし、えー、かんま、which でもいいです。いずれにしても、因果関係感じながら。はい。このせいで、はい。第五文型かな。はい。this makes it.、はい、形式目的語。for all the students が、先ほども言いましたよね。 To keep up with していくのが、ね、授業についていくのが生徒だからね。学生さんだからね。はい、このせいで、全生徒が、え、同じ授業についていくのが、まあ、難しいよね、と。ね。能力が違うわけだから、能力が違うせいで、全生徒が同じ授業についていくのを難しくしてしまってるよね、と。はい。で、元々の文章にはなかった、はい、therefore。はい、これ足してみました。 はい、t h e r e for もちろん因果関係を表すディスコースマーカーですかね。だから、それゆえ。はい、だからそれ、それゆえ、this is an innovative idea.revolutionary、ね、から innovative に変えてみました。どちらでもいいですよ。はい、もちろん、はい、斬新なノーベル。ね。はい、斬新な、はい、ノーベルあたり、new の難しい版ね、はい。このあたりも使ってもらってもいいでしょう。ね。 はい。This is an innovative idea.、ね、これはあ革新的な考えなんだと。で、そうだと、えー。どんなための ?Everyone がキャンしたり、Moderately が一番簡単なんじゃないと、ねえー、学生さんたちがみんな、えー、適切な程よいレベルでね。Moderate ちょうどいいだからね。はいえー、ちょうどいいレベルで、はい、勉強をおできるような考えなんですと。はい。で、えー、この考えの中、はい。 はい。えー、みんなが勉強できれば、みんながこの適切なレベルで勉強できれば、やっぱり影響の方向ね。はい。そうすると、えっ、ー、と、the chance of receiving high quality education。はい。高いレベル、高い質の教育を受けられる可能性を決定づけるのだと。ね。みんなが程よいレベルで勉強できるから、 より高いレベルの、より高、えー、高いレベルな高品質の授業を受けられる機会、可能性。えー、これが決定づけられるような、と。ここまでが教師の方がいいね。で、もちろんこれ、元、え、々、ー、もともとのディペンドオンイ生かし、えー、でディターミンを、えー、利用したんですけども、使ったんですけど、僕的にしっくりくるのはブローデンとかかな。やっぱり可能性を広げてくれる。こうすれば、 高いレベルの教育を受けられる可能性を高めてくれるんですよって言った方が僕はしっくりくるかな。はい。どうでしょうか。はい。ということで、えー、まず1点目。学生さんがみんながちょうどいいレベルでやれば、より高いレベルの教育につながっていくんだと。ね、学業の質が上がるんだよという話でした。ね。在学中の話ね。で、セカンド。 はい、2点目でです。ね。looking around the world. あ、ここ生かしたんだね。ここ生かしてます。はい、世界中を見れば、young people with exceptional abilities、えー、半端ない能力を持っている若者たちは、はい、graduate from school ね、えー。much earlier ね。はるかにひ、えー、早く、もちろん既存の日本の教育制度よりも早く、えー、卒業をできたりするんだと。日本の教育制度よりも。 えー、早い人だったら、もう15とか16で大学卒業なんかってこともあり得るそんな天才いることもあり得るで、このおかげでこのせいでだよね。全文ありきの。はい、全文からのこのおかげでこのせいでです。はい、あらを使うんだったら O2V 使ってね。えー、it start だったら it follows that。えー、これと、えー、勘違いして書いてたんだったら it follows that に直しといてねと。 いうこところですね。はい、このおかげで、このせいでですよ。はい、S で V で、イーブンゾーズ風以下の塊が、ああ、ここまでかな。ここまでで切れる。ね、えー、理由は、あら、O2V が見えるからだよ。ゾ o ズ風の塊、ここで切れないといけないからね。はい、このおかげで、えっ、ー、と、まあ、子供かどうかよりも、やっぱり年齢の話だと思うので、 Who are not yet of legal age?of legal age で、もう成年ね。二十歳のことね。はい。この、あの、成人年齢になってない、えー、人でさえ、まあ言ったら二十歳未満の人でさえ、えー、リ、えーガルエージが18になったとするんであれば、18に達してない、えー、そんな若者でさえ、ってことね。はい。be of legal age で、成人であるってことね。であとは、もう come of age。 come of age 今の表現としてはあんま使わないかもしれませんけども、成人になる come of age ね。だから who have not yet come of age 完了形でね、who have not yet come of age これでも同じような内容を表せるでしょう。はい、まだ成人になってないような人でさえ to take part in society に、えー、入っていけるんだと。社会に、えー 入っていけるんだと。参加することができるんだと。take part in, participate in,、えー、参加するね。で、Japan should do this. はい。まあ、せっかくね、チャット GPT、直してくれたんですけど、まあ、do this でもいいでしょう。はい。もちろん、should adapt this approach でしたっけはい。こっちの方が、まあ、具体的ではあると思います。で、不定時目的の時には、はい。in order to be, so as to be. 否定の時には in order, not to be, so as not to be. で特に否定の目的の時にはこの切れ目が分かりやすいように in order, so as つけてあげた方が見やすいとは思う。はい。so as not to be しないようにね。waste their ability 彼らの能力を無駄遣いしないようにと。ね。無駄にしないように。で、last but not least。はい、最後に重要なことなんだけど。 え最後にはなりますけど、そういえば大事なことを忘れてましたのフレーズね。last but not least ね。not the least ね。ザがあってもなくてもどちらもですよ。はい。最後に重要なことなんだけれども。はい。えー、これは卒業後の話してて、for teachers as well。はい。学生の視点と教員の視点最後盛り込んでみました。はい。えー、学生、先生にとっても、はい。it becomes easier ね。はい。より簡単になりますよ。 はい、to 不定詞が新種語の塊ね。はい、to make lessons. はい、v' の、o' の、はい、easily understandable。あ、ごめん、ダッシュがでかかった。c' と。はい、授業を、レッスンを、えー、かなりね、えー、簡単に理解できるようにすると。ちょっと easier と e a s i e y があるからちょっとややこしいけど、この easily はこの understandable、 えー、しょう、あのー、に、を就職してますからね。え、かなり簡単に理解できるようにする。フォー s チュ d e n にとって。はい、自分の授業を学生さんにとってかなり簡単あ、簡単に理解できるようなものにするのがより簡単だと。はい。そりゃそうだよね。だってもう、レベル格差めちゃめちゃ、言ったらもう、偏差値80ぐらいの子から、偏差値40ぐらいの子までいたら、もうこれみんなの納得する授業は無理よ。だから塾でも予備校でも、ね、ある程度クラス分けするわけでしょ。 はい。ですから、先生にとっても、やる方の教員にとっても、授業をやる方の教員にとっても、レベルがある程度、こう、あの、分けてくれてる方が、それは授業準備もしやすいし、えー、生徒に喜んでる授業も作りやすいよねと。で、in conclusion。ね。はい、this approach。はい、この能力別授業、飛び級制度を踏まえた、ああ、も含めた能力別授業っていうのは、this approach is necessary, 必要ですと。はい、in order to make Japan a greater country. より素晴らしい国にするために、for our future generations のために、と。 はい、えー。今後改革していくことが重要だよ。というところでした、えー。次回なんですけども、はい。次回第6項は2013年のまあ静岡大学、大学なんかどうでもいいのよ。はい。僕があ選んだ理由は家庭ホトピックだからです、えー。皆さんが校長先生だったら、皆さんが社長だったら、これ、あの、品質トピックですよ。 この家庭法、もし仮に皆さんが、まあ、これ校長だったらってことなんですけど、基本的に家庭法のトピックに関しては、第1文から最終文まで、家庭法で書き切る力が必要です。だか家庭法トピックで家庭法書けないもこれ終了ですね。はい、ですから、家庭法が不安ある人、ね、ワンポイント英作文の、はい、レッスンまあ33から35までが家庭法なんだけど、家庭法のもうベーシックが33と34ですから、もうしっかりここで、あの、家庭法完璧にしてください。 で、ちゃんと、第一文から結構、これ120語ですよ。静大なんかね。静岡大学なのね。120語、家庭法って書き切るの大変ですから。ね。そのためには絶対家庭法、もうちゃんと理解しとかないと書けませんから。はい。ですので、しっかり、あの、不安ある人はちゃんとここで、家庭法の使い方、書き方確認した上で、ぜひ挑戦してみてください。ただし、基本は最初から最後まで家庭法ベースなんだけど、前も言いましたね。第根のとこ言いましたね。家庭法の文章の中に実際、え僕の学校ではとか。 実際僕の会社ではと、私の会社ではとか、うちのお父さんの会社ではとか、まあそういうね、えっ、ー、と、具体的な、あの、直接法を放り込むことによって、また家庭法を裏返して直接を同じこと言っても、えー、多分、あの、全然 OK ですからね。はい、ですので、しっかり家庭法と直接法スパイスも使いながら、はい、そして、えー、論理の視点、1番から5番まで、ちょっと意識しながら、あぜひ、えー、挑戦してみてください。 ということで、えー、次回第6項もカテホトピックお待ちしております。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。では、またバイフォナー